にちは、Gです。今回はマンジャロ OS についてのお話です。日本語入力の設定、オーバークロック、 SSD からの起動までちゃんと使えるようにします。マンジャロ OS は12月末にアップデートした今日現在最もホットな OS です。マンジャロにはデスクトップ環境が異なる複数のバージョンがあるんで、どれにするか決めます。 GUI が使えるのは XSpace、KDE、Mate の3種類です。デスクトップを見比べてみましょう。 XSpace は軽いと言われているデスクトップです。KDE は Pi3 には少し重いと言われてたんですが、 Pi4 では問題ないと思います。Mate には Mate デスクトップのアプリが用意されています。使ってみると操作感が Ubuntu までと本当に似ていることがあります。マンジャロは Arch Linux からの派生 OS で、 Debian 系の Ubuntu とは操作感や概念が少し異なります。だから Mate だと似て非なりなので、逆にミスを誘いやすいんで候補から外しました。結果 KDE を採用することとします。もちろん好みもありますから、皆さんはお好きなのをどうぞ。さて、ダウンロードです。マンジャロのウェブサイトを開いて、画面上のエディションから ARM ラズベリーパイ4を選択。 Get ラズベリーパイ4 KDE プラズマ20.12.1 をクリック。続いてダウンロードをクリックします。ダウンロードしたファイルは XZ 圧縮されているので、解凍してラズベリーパイイメージャーやエッチャーで SD に焼きます。 Mac ユーザーで解凍できない方はアンアーカイバーをダウンロードしてください。 SD をラズベリーパイに入れ、起動して初期設定を行います。最初はキーボードの設定です。 JP106 を選びます。続いてユーザー名をタイプ。グループ名は空欄のままでも OK です。ユーザー名をフルネームで、面倒ならユーザー名のままでもいいです。ユーザーパスワードを2回タイプ。ルートパスワードを2回タイプ。タイムゾーンはアジア、東京を選択。ロケールは JAJPUTF8 を選択。ホスト名をタイプ。これも面倒ならユーザー名と同じに。最後に確認の画面が表示され、Yes をクリックすると再起動してマンジャロデスクトップが立ち上がります。まずはアップデートして最新の状態にしましょう。マンジャロ 20.12 は公開から3週間しか経ってませんが、大きなアップデートが何回かありました。画面右下の
パッケージマネージャーをクリックすると、ソフトウェアの追加と削除が起動してアップデートが行えます。アップデートは少し時間がかかります。私の環境では10分以上必要でした。次は日本語入力の設定です。コンソールを起動します。Vitex と Mozq のインストールです。画面のようにタイプして Enter キーを押します。同様に画面のコマンドラインをタイプしてください。最後は設定ツールのインストールです。画面のコマンドラインをタイプします。Ubuntu ならこれで終わりなんですが、Manjaroでは少し追加作業が必要で、これをしないと日本語入力できません。標準搭載の Kate というテキストエディターを使います。検索するか、ユーティリティの中から Kate を起動します。画面の6行をタイプしてください。終わったらファイルメニューから保存を選んで、ホームの階層に .x プロファイルの名称で保存します。ウィンドウ右上の3本線アイコンをクリックして、隠しファイルを表示を選択。先ほどの .x プロファイルがあることを確認します。次に同じ階層にある .bashrc を Kate で開きます。このファイルの文末に画面の3行を追記して保存します。これで日本語化作業は終わりです。一度リスタートしてください。画面右下にキーボードまたはアのアイコンが表示されているはずです。アは日本語、キーボードが英語モードです。アイコンを右クリックで設定を選びます。Vitex の設定ウィンドウが表示されますので、モード切り替えキーの設定を行います。全体の設定タブで入力メソッドのオンオフのボタンをクリックしてキーボードでキーを指定します。私の場合はスペースキーの両側のひらがなカタカナキーと無変換キーを割り当てました。次にMozqツールから設定ツールを選んでキー設定をことえりにしました。なおMozqツールはアイコンが表示されていないと利用できません。最後に Kate で日本語がちゃんと使えるか確認します。次にオーバークロックするんですが、その前に NeoFetch をインストールしておきましょう。コンソールを起動して画面のコマンドラインをタイプします。NeoFetch とタイプして、今は 1500MHz ですね。画面のコマンドラインをタイプします。なのでファイルが開きますから、矢印キーで文末に移動して画面のコマンドラインを追記します。
コントロール O で保存、コントロール X で終了して、sudo リブートで再起動します。NeoFetch でオーバークロックが機能しているか確認します。2000MHz になってますね。ついでに常用アプリとして VLC と Chromium をインストールしました。Firefox を起動して YouTube の再生の様子を見てみましょう。フル HD、フルスクリーンでの再生です。落ちも少なくていい感じですね。アップデート直後ということで、念のため EEPROM バージョンをチェックしてみました。2020年9月です。ひょっとして USB ブートいけるかもしれないですね。ということで、ラズベリーパイ OS の SD コピアでマンジャロの SD を SSD に焼いてみました。やってみると、なんと簡単に SSD からブートできてしまいました。でもゴリラのようになんちゃって USB ブートの可能性がありますから、ちゃんとテストしてみましょう。ソフトウェアの追加と削除で GNOME Disks をインストールしてベンチマークしてみます。左は SD 起動、右は SSD 起動時のベンチマークです。共に安定はしていますが、SSD は SD より遅いですね。でも IO エラーもないので、遅くてもいいなら SSD もギリ利用可能と思います。まとめです。マンジャロはかなり安定していて快適です。Ubuntu と違ってサウンドトラブルはなく、Bluetooth 機器の接続も問題ありませんでした。 Wi-Fi 接続は分かりやすいインターフェースなんですが、ちょっと応答が遅い感じです。設定なしに USB ブートが利用できます。速度は遅いけど安定して動作します。 Arch Linux 系ということで少し先入観があったんですが、マンジャロはラズベリーパイではベストなディストリビューションかもしれません。マンジャロはパイ4をお持ちの方には試す価値のある OS と思います。ご覧いただきありがとうございました。腱鞘炎になりました。ちょっとしたタイミングで手首が痛いんです。だから荷物は運べません。ご飯食べるのは大丈夫です。仕事はできません。遊びには行けます。なんだ、いい感じの病気じゃないか。ではまた次回。